ちゃ、こんにちは。はい、豊さん、はい。まあ、今シーズンまだ始まったばかりですけれども、今シーズン頑張らないとやばいぞみんな頑張ってるけどな。そうなんです。いや、みんな頑張ってるんだけれども、だけど頑張らないとやばいよっていう、毎年そうだな、まあ、出てくるとは思うんですけれども。そうだね。まあ、順を追っていくと、ヤクルトだったら川端、はい、川端選手、まあ、代打の切り札という感じですけれども、ね。はい、代打の切り札も、はい、若手があそこはさ、すごい成長を遂げてるんだよね、はい。そうなってくると、代打でも若手を使いたいっていう、1打席でもいいところでやっぱ使ってやりたいっていうような選手って結構いるんだよ、ヤクルトって、はい、ね、チャンスを上げたい選手、うん。でもやっぱこう確固たる地位を今年頑張って作らないと、もういいんじゃないかっていうような。あそこ優しいからね、ヤクルトは。本当に情が深いというかさ、うん。だからまあ川端も一時期レギュラーでね、やったことあるけども、まあ、だけど本当に正念場だと思うよ、うん。これ川端選手、今シーズンどういうふうに過ごしていかないと。やっぱり記録に迫ったようにさ、真中のシーズン31本かな、はい、代打で、はい。それに近いような数字を残した年があって、うん、そこまでとは言わないけど、それに近いような数字をやっぱこう示していかないと、なかなかちょっと厳しいかもわからないよね。そうですね、うん。まあ、特にヤクルト、その言ってたように若手が打つので、そうなんだ。それと枠を開けないと若手が一軍に上げられないっていうこともあるしさ、はい。だからまあそこら辺でちょっと頑張らないとなっていうふうに思ってるけどね。そうですよね、うん。まあ、でもこれまでもね、日本シリーズだったりとか、ここぞというところの代打でやっぱ活躍してきてる選手なので。いや、だからさ、あそこのああいう技術を持ってる若手がいないだけにな、はい、まだね。そうです、ね。技術も確かなものがあるからね、はい。だから頑張らないとなと思うけどね、うん。他にはどうですか。他は DeNA だったらヤマト、はい。あ、もうベテランになってきてますね。京田とか森とか林、はい、もうこういうのが育ってしまうとさ、大和どうすんのみたいな感じになってくるよね、はい。そうなってくるとやっぱこう居場所がなくなるというかさ、はい。確かに守備はうまいし、うん、勝負強さは持ってるけど、まあ、だけど、いや、若手にっていう風な、うん、そういう感じになってきちゃうからね。そうですよね、うん。そもそもそこのショートの、ね、レギュラー争いっていうのが人数がいるだけに、まあ、そうだな、かなか難しいですよ。どうアピールしていけばいいんですかね。彼の一番の特徴っていうのは守備だったんだけど、うん、守備もちょっとずつ衰えがあってね、はい。で、今はやっぱ勝負強さなんだよね、うん、バッティングでの。だから率は低いけどさ、やたら得点圏は高いっていうような選手だったから、はい。そこの勝負強さをなくさないようにね、うん、頑張らないといかんなと思うね。そうですね、はいはい。さあ、その他にはここまで結構ベテランベテランっていうふうに来てますけれども、あ、若手とか中堅の選手とかでもいます？もうそんなほっといていいんじゃない例えばこれは、はい、だって12球団の選手間の現役ドラフトっていうのがあるから、はい、若手はまだそこら辺に引っかかればいいだけの話でさ、あ、まあ、そうか、それベテランってもう行き場がないからさ、まあ、そうですよね、まあ、例えばその広島の相澤、あ、はい、これ坂倉がメインになってきて、坂倉が育ってくると、うん、もう出る幕がなくなるよ。それはなぜかというとバッティングがいいから、はい、代打出して相澤がかぶりに行くっていうことがなくなるから、はい、これはやっぱもう死活問題になってくるから、うん。でも今のところアピールないしな、しようがないしさ、はい。だからここら辺はやっぱこうちょっと、いや、相澤が2番手でいいって言うんだったら話は別よ、はい。でもレギュラーだった人だからさ、うん、そしたらもうよそに行くか、はい、ね、それとも2番手っていうのも腹くくるか、どっちかですよ、ね。もうその坂倉次第だけどさ、はい。坂倉が育ってしまうと、もう行き場がなくなるという、なんかこう自分でどうしようもないっていうのも辛いですね。他力本願的なところになってしまうっていうのも、まあ、そうだな、辛いですね。そうか。あと、まあ、巨人の梶谷選手が復帰しましたよね、打ちましたし。ただどうですか、今シーズンやっぱり、いや、だから中地とか危ないよね、もう。ああ、そっか、巨人でいうと中島選手とか、うん。で、松田もどうなのかっていう、はい、1年目元気にやってるけど、うん、まあ、長野もね、はい、年齢的にっていうことはあるし、うん、やっぱもう結果を求められるからさ、そうなんですよ。そうなってくると、うん、いや、将来的に伸びるだろうみたいな、そんなんがないやろ
です。もう伸びきっちゃってるからさ。そうですね、もう一応ピークはっていう。そういやだからもうあとは結果がついてくるかついてこれないかだよね。でもオコエ選手、梶谷選手あたりっていうのはまだ1年は様子見るよね。まだ大丈夫って。まだ大丈夫だと思う、うん、巨人でやっぱりじゃあ本当に今年頑張らないとっていうのはベテラン組になってる。いやもうベテラン組だよ、うん、それは梶谷もやんないと分かんないよ、はい、ね、オコエも分かんないよ、うん、でもある程度順調なスタートも切れてるし、はい、年齢的なことを言うとあと1年はもし悪くても見ようかなって思える選手だよね、はい、でももう中じゃなくて後がないし、まあそうですね、松は元気っていう特徴があるし、長野っていうのは将来的な首脳陣というかね、うんうん、そういうことも考えられるしね、はい、だから中地がどうなのか、うん、ね、だから死に物狂いで立ってくると思う。だからもうデッドボールなんか当てると怒るんだよ。体大事なんだから。大事だよお前。痛みが回復しないんだから。年齢とともに。そうですよね。そうですね。で違う意味で例えば菅野投手どうですか。別に今年がってわけではないんですけど。まあ菅野は。じゃあ今年投げられなかったらもう来年から契約しないということはないよね。ないですけど、うん、やっぱりフルシーズン働かせてみて、うん、ああもうダメだなっていうふうに思うと、まあ、クビだろうけど、うん、まあだけどまだまだ大丈夫、まだまだ大丈夫ですか、うん、あとどうでしょう。あとは西武の岡田、西武の岡田選手、はい、まあ、キャッチャーね、はい、うん、これは柘植だとかさ、古賀とかさ、はい、これがもう成長しちゃったらさ、うん、もう出る幕は本当にないよね。それだったらもうあのベテランより若手をもう一人入れといた方がチームのためになるもんね、はい、そういやもうだから辛いよこういう話も。辛い、やっぱベテラン組が一番辛くなってきますよね。いや辛いよ本当に。辛い。ロッテはどうですか今年頑張らないと。あ、角中とか。あ、角中選手、小木野とか、うん、もう年齢的にももうやっぱ席を取って若手に入れ替えられちゃうっていう。それもその長打があるわけじゃないし、はい、だからなんていうの、本当に率残さないと。そうですね、角中選手とかいらないじゃないかって言われるから。そうですよね。沖野選手はなんかまだね、そのタイムリーだって足とか、まあ、まあそうだ、健在なのかなって気もしますけど、でももうその域には来てるんですね。まあでもこの2人なんか今年やりそうだしね。ですよね、うん、頑張れ頑張れって思うけど、はい、うん、他どこですかね。他西川、楽天の西川選手、はい、何やってんのかな、あの本当にハムから来て、来た当初すごい活躍しましたけれども、また怠慢やってさもうそれからダメになっちゃってるけどさ、なんでしょうかね。もうね、あいつなんかいい、まあでも性格が伴わないといい選手とはいないからな。うん、だからまあ西川なんかこのまま終わっていいのって思っちゃうけどね。もったいないよ。ちょうどダルビッシュの動画見とけ、はい、あ、そうですね、前編。いや本当に、うん、本当にな、うん、まあ、そう考えるしな。逆に中日はその若手が増えたっていうフレッシュになった分、今年頑張らないと。あ、でもいますか。大島だよ。ああ、そうか、うん、もうですか。何が。もうやっぱり頑張らないと。いや頑張らないといけないよね、うん。なぜかっていうとさ、うん、やっぱ数字を見るとさ、3割は打たなくていいから、うん、得点圏打率3割、4割近く打ってくれと思うよ、うん、あのベテランだったら、はい、やっぱベテランの良さってやっぱそういうとこだから、うん、チームへの貢献っていうのはやっぱ打点、うん、あのやっぱ得点圏打率、まあ、そこら辺が低いっていうのがさ、うん、やっぱ致命的になるよってこれから、はい、と俺は思ってる。立浪監督もおそらくそういうところは求めてると思うんだよね、はい、でもチャンスメイクできる選手っていうのは中日に打たない打たないって言うけどいるんだよ。まあ、例えば岡林が育ってきたりだとかさ、はい、田中が肩治ってきたりだとかさ、すると多分そういう風な選手は増えていくと思うんだよ、うん、違う、お前の役割は返すんだからって、うん、だから俺は危ないと思ってる。あの一時期のいい時の成績よりかは少し落ちてきてるのかな、得点圏とかもっていうこともあり、だいたい得点圏にはあんまり良くないんだよね。うん、やっぱ大島選手というとイコールやっぱ得点圏高いっていうイメージがこれまで、あった。あ、なんかあのやってくれるっていうのが、俺も低いって思ってた、ずっと。そうだったんですね。そっか、なんかやってくれるっていう、その場その場のシチュエーション、チャンスは作ってくれるんだよ。あ、逆ですね。走ってもくれるしさ、はい、でも走れなくなってきてる、はい、
ね、打つことはやっぱり技術があるから高い、うん、でも大島に求められてることっていうのは、うん、やっぱ勝負を決めてほしいんだよ、うん、で外国人外国人って言われてるから、はい、まだ隠れ身のに隠れてるけど、はい、ね、あのベテランがやれよみたいなことをさ、うん、言われるようになってくると居場所がなくなるから、うん、得点圏でとにかく打ってほしいと思う。だ今年正念場ってだってチームは一番それで悩んでるんだもん。でもベテランはそこをやっぱ解消してあげないとチームになってこないから。ですよね。だから大島に頑張ってほしいなと思うのはそういうところで頑張ってほしいんだよ。そうですね、うん、特に今年は本当若手が多い中だけに、まあ そうだね、そのベテランのここぞという時の位置だっていうのが欲しいところですね。だから青木があの年になってもやっぱできるっていうのはあれももう食いつくもしぶといですよね。いや、やっぱ勝負強いよ。すごいですよね。そこが勝ちだから。そうですね。福留もあれだけ長くできたのは、はい、やっぱ勝負強さだから、うん、ね、だから大島も長くやりたいんだったら勝負強さよ、ね、そこそこですね、うん、阪神はいなさそうですか。阪神は特にいないんじゃないの。そうですよね。ちょっと見当たらないですもんね。でもね、あそこはピッチャーがいいから、はい、例えば西勇輝だとか、そういうのはもう勝てないと思うと、もうポンと外されるよ、平気で。いくらでもいるから、あそこ競争は激しいですね。激しい激しい。でも西勇輝投手とか欲しいっていう球団はたくさん、まあ、いるかもわからないね。ね、そうですよね、うん、あとパリーグ、例えばオリックス、今年正念場っていう選手とかっていうのどうですか。いそうですか。ティオかな。あ、ティオ岡田もなんか未完の大器、未完の大器って言われながら、うん、ホームランを取ったりとかしながら、はい、またちょっと落ち込んで、うん、また未完の大器に戻っちゃって、はい、いやもう未完も何もないでしょみたいな、うんうん、年齢的に、うん、はい、腐った未完にならないにしてもないとさ、缶は缶でも缶で、そうですよね。そうそう、うん、だからなんていうのかな、あんな選手じゃないんだよね。もっとね、うん、できる選手なんだろうけどさ、やっぱのんびりしてると、うん、なあ、若手がどんどん若手がどんどん来るよって。本当はあそこも若手たくさんいるからね。そうですよね。だから頑張らないとな。ですよね。あの素質まだなあ、衰える年でもないしな、うん、まだできると思うけどな俺は、ね、引っ張ってほしいぐらいです、ね、うん、だけど旗目から見てるとやっぱ不安だよね、うん、大丈夫かなって、これいつまでも待ってくれないよみたいな、うん、その感じがするんだよ ね、 そうですね。ああ、ソフトバンクはどうですか。ソフトバンクはまあ年齢的には和田だよね。ああ、ピッチャー、うん、でもいつ辞めてもいいと思ってんじゃない。あ、もう、いや、わかんないけどすごい成績残してますし、だから1試合1試合っていうふうに思ってんじゃない。あ、もう、うん、だからまあそこら辺は心配というよりも年齢的なことで、はい、うん、かなと思う。まあでもね、必ず5回まででもきちっとゲーム作ってくれたりとか、毎年なんかしらしてくれますからね。でね、アテネオリンピックに行ったのは、はい、もう残ってるのはあの和田しかいないんで、多分福留も行ってたんだけど、福留が引退したでしょ、はい、だから和田しかいないと思う。アテネの時って中島選手はまだ入ってなかったですか。誰、中地、中地いない。そうなのか、和田投手なんですね、もう最後。そうだよ、よく頑張ってますよ。頑張ってるんだよ、本当に。そうですよね、うん、そか、まあ、頑張ってほしいなと思うけどもね。松坂投手と同年代で、まあそうだな。そうですよね、きっと。そっか、頑張ってほしいですね。だから上林とかも危ないよ。あ、ソフトバンク、はい。ゴンちゃんが入ってきて、ゴンちゃんがビチッとレギュラー取っちゃうとさ、まあ取ってるんだよね。で、柳田でしょ、はい、サード今栗原やってるけど、はい、栗原が外野やりたいとか言い出したらもういらなくなっちゃうからね。いや、そうですよね、栗原選手もいいので。だから上林も、まあ、怪我があったけどもね、はい、今年頑張っとかないとわからないよっていうことだよね、うん、そうですよね。あれ、あとピッチャーの森唯人投手って今どうしてるの。 あそこは功労者に対しては、うん、まあ、非常に熱く接するからね、うん、なるほど。だからまあそこら辺でも危ないよね。そうですよね、うん、もういくらでもいるから。後ろ今いそうなんですよ、いるので。まあでも太く短くなるのか、うん、太く長くなるのかね、はい、まあ、これは本人次第だけどね。そうですね、うん、日本ハム、日本ハムベテランいないんだよ。そうですね、うん、あの宮西投手、まあ、宮西は危ないな、うん、まあ、危ないって言ったら、ね、危ないですけど、まあ、失礼な話だけどさバリバリ元気出てもらうけど、だけどやっぱり昨年もそんなにいい結果出してないんだよね、はい、今年出せなかったらちょっと本当に苦しくなるかもな、うんうん、だから年齢的にも、まあ、手術とかいろんなことしながら、うん、他の球団がじゃあ目をつけるかっていうと、うん、
つけないのね。年齢的なこと、そうですよね、もう含めてね。そうですよね、うん、ただずっと今年やらないと今年やらないとって言われてた清宮選手がね、本当にね、新庄新監督、まあでもエスコンフィールドの申し子になってくれるかもわかんない、うん、そうですよね、生まれ変わって。あいつも運がないな、転職だって転職入れとけよな、もうちょっとっていう。でも勝利に貢献したのはサララヒットとかね、はい、エスコンでね、うん、まあまあでも今年はいい感じでスタート切ってんじゃないの。おお、良さそうですかね。そうそうそう、あってほしいですけど、極めなんか大丈夫だけどね。うん、そうですね。そうそうそう、まあ今12球団ずらっと、はい、まあ、今年頑張らないとっていう選手挙げていきましたけれども、うん、やっぱりねベテランの選手ってなってきますね。まあまあそうなってくるよな、うん、まあ若手って言ったらまあね、現役ドラフトもあるし、はい、ね、トレードっていうチャンスもね、うん、いろいろ残されてるけど、はい、ベテランってそういうわけにいかんからな。そうなんですよね。だから技術を持った人たちが辞めていくっていうのはつまんないよね、味が。そうなんだよ、ね、だから頑張ってほしいなと思う、ね、そうですね、はい。